満員のスタンドからジェット風船が舞い上がりました甲子園。ゲームはこれから7回裏に入ります。2人目のピッチャーがマウンドに向かっているジャイアンツです。今場内アナウンスで紹介されようとしています。ジャイアンツマウンド上2人目は西山です。代打の斉藤貴之に代わって8番キャッチャー村田が入りました。村田義則が入りました。そしてマウンド上は西山です。星野のボール取れませんでした。ショートの仁岡、星野先頭打者今日3度目、いずれも出塁、記録はヒット。スタメン抜擢に応えました星野は今のヒットで固め打ち3安打。今夜解説稲尾和久さん、前見明信さんでお送りしています。いつもの浜風ですと打球はどん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 ファールグラウンドへ流れていくんですが、今日に関しては戻ってきます。武さんね、はい、これね、普通はあのライナー性でいくとね、ライン際のボールっていうのは切れていくんですよね、はい、であえて高いフライになるでしょ、そしたら、ね、風影響なくてね、本当は、ね、入ってくる。あの浜風吹いてても、浜風吹いてるとその入ってくるのが押し戻されて流れていくんですけどね、はい、なるほど。今日はもちろん浜風吹いてないんですけどね、あの風の影響よりもね、球の質がねやっぱり内側に内側に入ってくるんですね、はい、なるほどね、はい、打席に新庄、それと稲尾さん、9番にピッチャー西山入れましたから、うん、このあと8回のジャイアンツは9番からですよね。当然この1イニングということだと思うんですが、はい、西山の登板はギリギリ早めに下ろしてしまって、はい、8点差大逆転負け、負け投手西山、それ以来のマウンドなんですよ。なんかね、8点差の逆転負けをそのまま引きずってる感じの、また起用にもなりますね。今日の新庄は先制のツーランがありました。また送りバントもありました。でも満員の観衆の巨人戦だと、他のカード以上に真由美さん、この新庄選手が生き生きとして見えますよね。こういう時は燃えるんですよ ね、そうですよね。それと7番星野、ショートスタメンですが、これはもう見事というしかありませんね。そうですよね、これだけ起用に応えられる選手っていうのも少ないですね、こうなると明日5月6日はゲームがないんですが、タイガースは金曜日から横浜スタジアムに乗り込みます。右投手の先発が読めるときにもう一度星野のスタメンなのか、そうすると今岡の気持ちとは随分変わるでしょうし ね、 そうですよね、その辺が難しいですよね、でもこうやってね、はい、選手にもかなり刺激になるっていうのはいいですよ。そうですね、今年の和田がね、今絶好調、まあ、今日は、はい、ダブルプレー3回打ってるんですけどね、まあ、3割6分ぐらい打ってますよね。これはね、やはり ライバル田中修太っていうね、新しい若い選手が出てきたっていうことでかなり刺激されてますよね。そうですよね、刺激されるっていうのはやっぱりいいことですよね、はい、記録はツーベースで星野がセカンドへ進んでいます。ストレートのフォアボール。打席にヤブレスが、野村監督出てきました、アドバイスを送ります。野村監督がアドバイスを送っています。こうして巨人戦でランナーが2人いて打席に入ろうという投手を呼んでのあのささやきは、開幕2戦目の川尻を思い出すのであります。いや今ね、はい、ほとんどね、そんなに難しいことじゃないと思いますよ。ただね、出てきて野村監督がああやって話すっていうことでね、守ってるジャイアンツの選手、はい、またジャイアンツのベンチ、はい、ここにね、プレッシャーかけてるっていうことだけは確かですね、はい、去年まではヤクルトスワローズの監督でした野村克也監督、まあ、阪神ヤクルト、ヤクルト阪神の放送も真由美さん、稲尾さんと数限りなくこなしてきましたけども、阪神が守ってて野村監督がヤクルトのピッチャーにアドバイスを送ると嫌な感じがしましたもんね。そうそう、我々もね、放送しながらね、何かやってるんじゃ、来るんじゃないというような、気持ちを持ちましたもんね、やっぱり振ってきました。先ほどはライトへの一旦勝ち越しのタイムリーを放っているヤブ。
ゲーム展開でいうと5連敗中のジャイアンツですから、タイガースにとってのこの5点目というのはたった2点差ということですけど、皆さん、ゲームを消してしまうこの終盤の、その追加点というのは答えますよ、そうですね、はい、バントシフトを取りましたがバントしません。2ストライク。全然あれですね、シフトが内野手の動きが全然つながってませんね。そうですね、今選手が声をかけ合います、それとあの三塁のキャンバスの横では実は今そうこのように仁岡と後藤が声を掛け合ってます。一応しかしバンドシフトに行きましたけどもね。バンドシフトですよね、あのショートがねサードベースに入りますよね。だからサード守ってる後藤っていうのはね、こう思い切って突っ込んできていい場面なんですけどね、しかし後藤がうまくいってないですよね、はい、ツーストライクノーアウト一二塁。スリーバント失敗で一死一二塁と変わりました。そして今日は先発入り機に対して3打数3安打でした坪井ですが、羽鳥コーチが出てまいりました。長嶋監督も出てきました。左投手の投入で今柏田と言いましたかね、ピッチャー交代です。今のベンチ入りのジャイアンツのピッチャーなんですが、長嶋監督の口の動きは、柏田に聞こえましたが、まもなく場内アナウンスで紹介されます。ワンアウト1、2塁となって打席には坪井という場面で3人目のピッチャー柏田。阪神巨人5回戦、今夜解説 ABC 稲尾和久さん、前見明信さんでお送りしています。7回の裏から登場した西山は結局ランナーを残してこの柏田にマウンドを譲る形となりました。星野がちょっと仁岡が風の計算入りませんでした。ツーベース。新庄がフォアボール。矢部はバント失敗となってトップに帰ってこの3人目の柏田がマウンドに上がりました。ジャイアンツの松井、高橋、あるいは清水選手がそうであるように、真由美さん、はい、あの坪井選手も決してサウスポーは苦手としませんよね。しませんね、まあ、どちらかといえばね、あの入ってくるボール、はい、それも速いボールですね、だから右のスライダー、こういうボールの方がね、苦手にするんですよね。なるほどね。で左のピッチャーであればね、その入ってくる速いボールっていうのがないんですね、なかなか。そうなるとね、意外とそのさばきやすいっていう風に思ってるかもしれないですね、こういう場合は。矢部と入木優作、入木弟でプレーボールが6時にかかりました。阪神巨人5回戦、3回阪神が新庄のツーランで先制、4回元木の2点タイムリーで巨人が追いつきました。5回にはピッチャー矢部の勝ち越しタイムリー、その後6回にはジャイアンツが高橋のピッチャーゴロで同点に追いつきました。しかしタイガースは6回ジョンソンの4試合連続ホームラン、現在4対3と1点リード。3打数3安打の坪井、当然稲尾さんこの後が右の和田選手ですから、うん、坪井を抑えてゲッツーあるいは取れないケースというのはワンポイントでしょうね。これそうでしょうね、ワンポイントですと思いますね。まあそのまま 2,3 塁残れば、あるいは出してまた佐々木のところで、まあなんて言いますか、左ですから、そこまで持たすのかどうか。ただまあタイガースには平塚、八木とあるいは今岡と右の代打がいますからね、そうですよね、佐々木には変えやすいですからね。得点圏で素晴らしい数字を残しています。打率もまた3割に戻りました。3割1分1厘という坪井、ワンアウトランナー1、2塁。
石原はですよね、はい、まあ、横からのカーブっていうのがね、この人の持ち味なんですよね。そのためね、今投げたインコースのあそこの球、はい、であそこの球を見せとかないとあのカーブが生きないんですけどね。そうですね。だけど坪井はね、当たってる時に坪井はあのカーブを苦にしませんもんね。そうですね。ワンエンドワン、両チームにとって大きな場面です。7回裏、ここ3試合で言いますと坪井、今日はスタメンから外れました。今岡、やや打撃が不振でしたが、坪井は今日固め打ちの3安打。それと坪井の後は和田なんですが、今日の和田は珍しく1試合に3本の併殺打ということなんですが、1試合での併殺打3というのはこれはプロ野球のタイ記録だそうです。ですからアウトカウントがこのままワンアウトでランナー2人だと、もしゲッツ打ってしまうと和田新記録という。ちなみにプロ野球通算の併殺打のナンバーワンは稲尾さん誰だと思いますか？併殺打のナンバーワン打った方、まさか、はい、まさかですか？そうです、野村さんです。すごい三振に倒れました。野村さんが378で、長嶋さんが257で4位と、やっぱりワンポイントでした。まあ、しかしもうこれで和田のあの基本併殺はないわけですから。ああ、そう、野村さんね、はい、でしょうね。もう稲尾さんも西鉄エース稲尾和久、南海の主砲4番野村克也で、うん、打たれもしましたけれども、思いっきり併殺打も取ったでしょ。さあ、これでしたね。和田のこれが1回の裏、坪井のヒットの後でした。レッツそして2度目、3度目、しかし第4打席は2アウト1・2塁、和田がチャンスで登場という7回タイガースの攻撃。2アウトランナー1・2塁、リリーフカーに乗りましてジャイアンツ4人目のピッチャーがマウンドに向かっています。入木兄の登場です。